ひとたび体の中に入り感染してしまうと、細胞にダメージを与えてしまうバクテリアやウイルス。私たち人の体はどのようにこの脅威と戦ってきたのでしょう。まあ、そういうものが体の中に侵入すると、まあ、人間の体、まあ、他の生物もそうなんですけど、まあ、異物としては認識しますので、それを排除しようとします。そう、私たちの体には異物を排除し安全を確保するための防御機能が備わっているのです。まずは物理的、科学的な防御機構。風邪をひくと咳、鼻水、涙が止まらないのは、侵入してきた異物を外に排除しようとするためです。まあ、そういう拒否反応というのが、まあ、病気という症状、まあ、咳とか水とか、そういう症状として現れてくるんですね。物理的、科学的防御を突破して侵入してきた異物を撃退するのがリンパ系と呼ばれる防御機構。リンパ系は非自己、つまり異物を識別してこれを排除する働きを持っています。私たち人の体にはたくさんの樹状細胞がいて、異物が入ってこないか常に見張っています。ひとたび異物を見つけると、それを食べて情報を提示しながらサイトカインという物質を出して他の免疫細胞たちに呼びかけます。するとまずやってくるのがヘルパー T 細胞という白血球。ヘルパー T 細胞は骨髄で作られたベースをもとに胸腺で選別されたもの。リンパ系を構成する他の細胞たちに指令を発する役割を果たします。樹状細胞から情報を得たヘルパー T 細胞はサイトカインで他の免疫細胞を呼び寄せます。するとマクロファージやキッダー T 細胞といったいわば実動部隊たちが動き出し、異物を攻撃し始めます。このように免疫細胞たちが直接攻撃を仕掛ける仕組みを細胞性免疫と呼んでいます。またこの細胞性免疫以外にも体液性免疫というシステムが同時に働きます。樹状細胞の呼びかけに応じてヘルパー T 細胞が免疫細胞に指令を発するところまでは細胞性免疫と同じですが、体液性免疫における主役はこちらの B 細胞。 B 細胞は異物を無力化する抗体と呼ばれる物質を生み出す細胞。骨髄で生まれ、脾臓で成熟した後全身を巡ります。細胞はヘルパー T 細胞が発する指令に基づいて、その異物に適した抗体を生み出す抗体産生細胞に分裂します。そしてこれら抗体産生細胞が抗体を大量に作り出し、その抗体が病原体に取り付いて無力化します。このように抗体によって間接的に攻撃を仕掛ける仕組みを体液性免疫と呼んでいます。一
度かかった病気にかかりにくくなることは経験上誰もが知っています。これを免疫がつくなどと言いますが、異物の侵入を受けるとその時分裂した抗体産生細胞が異物を一掃した後も生き残り、再び同じ異物が侵入してきた場合はタイムラグなしに即座に分裂して抗体を作り出し対応するのです。細胞性免疫や体液性免疫は骨髄や胸腺、そして脾臓などを含むリンパ系の働きによるものです。リンパといえばまず思い浮かぶのが、全身から組織液を回収して静脈に戻すリンパ管。末梢の毛細血管などから染み出た血小は細胞に酸素や栄養を届けます。役割を終えた血小はほとんどが静脈に戻っていきますが、それでも 10% 程度は細胞間に組織液として残っています。こうした組織液が増加するのを防ぐために、それを回収するメカニズムが必要。リンパ管は第二の循環系としてこの不要な組織液の回収をしています。リンパ管には血管のように心臓に該当するポンプがありません。しかし周囲の筋肉の動きによって一方向に内容物が流れるように、弁によって小部屋に分けられています。この小部屋が潰されたり緩んだりすることによって中身が一方向に押し出されるのです。そのリンパ管の途中に位置して免疫活動の主な舞台となっているのがリンパ節です。ここには無数の免疫細胞たちが集まり、病原体などの異物が血管に入り込まないよう関所のような役割を果たしています。こうした巧みなシステムによって人体は外界のさまざまな異物から身を守っているのです。病気にならないためにはどうしたらいいのでしょう。まず考えられるのがマスク。こちらの効果のほどはというと、マスクは基本的にはそれほど意味はないものです。風邪をひいている患者さんに関して、そういうマスクをすることによって他の人にうつさないようにするということができると思うんですけど、もらわなくするというのはちょっと難しいと思うんですね。なるほど。風邪をもらわないための予防ではなく、他の人への伝染を防ぐ意味でマスクは大変有意義。マスクをしないと身近な人たちに風邪をうつしてしまうかもしれません。咳するとそのままマスクしない状態で咳するとやっぱ冷めたぐらいマスクになるので、唾とかで咳で移されることが多いので、そう、唾液は風邪などの主な感染経路、場合によっては3メートルもの範囲に飛散します。では風邪をひかないための有効な方法は他にないのでしょうか。やっぱり一般的に昔から言われている手洗いぐらい、やっぱりそれが一番重要なことだと思いますし、手を洗い、うがいをする、昔ながらの方法ですが、これが大変良い予防策とのこと。仕事中、断るごとに手を洗うという先生にその洗い方を見せていただくことに。こういう泡が出てますよね。その泡の状態をよくもこう吸い込むような感じで、まずはよく石鹸を泡立ててすり込むように、そしてよく爪の間とかね、こういうね、指の間とかいうのをよく洗っていただく、あとは手首までね洗っていただくとかなりね
外の方法は？あとは、まあ、ストレスを少し、ね、避けるということが、一つのポイントだと思いますので。そう、ストレスは人の免疫に悪影響を及ぼします。